トレックドマーネのヘッド部分からカタ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 音がするので、アイソスピードを分解して原因を調べたいと思います。ああ、落としてしまった。うわ。ああ。どうなってんだ、これ。あれ。まあ、いや、あらら。慣れないことはやんないことだ。うわ。参ったな、こら。フロントタイヤを外しとけばよかった。よく。掃除して。これがブレてんだと思うんだよね。これが遊んでてカタ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 音はしてんじゃねえかなと思うんです。これがこう揺れてんだと思うんだよな。どうしたらいいんだろう。これをもっと締めればいいんかな。ああ取り切った。ああ、大丈夫かな?まあいいか。こうだな。こう。こういう形で入ってたっていう。よし。じゃあ、ちょっと、やってみましょう。よくよく考えてみますと、これが、フォークの下で受けてるベアリング。ですね。で、ここにもベアリングがあるんですけども、このベアリングが何だかわかりません。チューブラリンで。で、上で、ここら辺で、上のベアリングで押さえてるんで、これが、ここのネジが切ってあるんで、ヘッドから外れたんですね、これがね。だから、これを、くっつけてあげれば、これがこうやって暴れてて、音がしてたんだと思います。早速。じゃあ、
やってみましょう。トレックの、フロントの ISO スピードの仕組みはこういう形ですね。これがこういうふうに動くから、フロントが衝撃吸収をする仕組みですね。じゃあ撮ってみましょう。なってんですね。ベアリングが入ってんですね。これがこう回転するんですね。そういう仕組みになってます。はい、これがこっから外れちゃったんですね。これがね、今締めてます。これがしっかり締まれば、いいんですね。はい、出てきました。よし、よし、よし、あ、できた。
治りました。音がしません。成功です。落としません。はい、落としません。全然。はい。はい。全然落としません。成功です。成功です。振ってみましょう。全然、ヘッドから音がしません。成功ですね。ボルト200を乗ってるライダーさん、ここがですね、ガタがあってすごく振動がすごいんですね。で、この間パソコン見てたら、ここにセロテープをかますといいということが書いてあったんで、私もやってみました。そうしましたら、肩全然出ません。振動、肩で全然出ないんで、ちょっとここに、ビニールテープでも1枚貼ってみてください。無事に、ヘッド部分のカタカタ音も治りました。今試しに走ってきましたが、すごくフロントの強度が増していい乗り心地です。これで前に向かって進んでいける気持ちになりました。